忠勝様、今お暇ですか？お暇でしたらどうでしょう、ちょいとばかし一曲。え、家康様が心配でそんな気分にはなれないと。確かに家康様とてもお忙しそうですもんね。なんとかしてお力になりたいですって？そんなの俺もに決まってるじゃないですか。ええ、一丁やったりましょう。家康様を元気にしたい結成です。家康様を元気にしたい。まずは作戦その1、疲れを癒すならやっぱ美味しいものに限ります。ん？どうした忠勝、その握り飯をわしに。どれ。うん、とても穏やかで優しい味だ。焼き味噌の味付けもちょうどいい塩梅だな。わしを気遣ってくれたんだな、ありがとう。恩に切るよ忠勝。作戦その2と行きましょう。忠勝様、悩み事は素直にぶちまけてもらうのが一番です。ん？忠勝、改まってどうした？ありがとう。だが何ともないよ。強いて言うなら少しばかり疲れているだけだ。お前こそいつも最前線に立っているだろう。今この時くらいはわしを気にせず休んでくれ。忠勝様、こないだの作戦はダメでしたね。いや、逆に気遣われるってのもなかなか辛いもんです。結局俺らはどこまで行っても一家臣に過ぎませんしね。こんな時ご友人でもいれば違うんだろうな。そうそう、昔はいろいろとつるんでいたじゃないですか。前田の風来坊とか再会の鬼とか。今後の進軍のため同盟を結んだらどうかって、元親と。確かに元親と共に歩めたならとても心強いだろうな。それに分かったよ、わしもあいつのことは気になっていたんだ。すぐに書をしたためる。使者として渡ってくれるな。あの甲冑は間違いねえ、本田だ。いやあ、とうとう本気で息の根を止めに来やがったか。やろうど、気合はどこに置いてきやがった。すみません。血気盛んな客だね、いつものことだが。落ち着けて、まだ徳川の仕業と決まったわけではないだろう。あいつの旗が数えきれねえほど落ちてた。それ以上の証拠がどこにあるってんだ。やろう、この不落を止めようと。見ろ、せいか、
これが動かぬ証拠ってやつだろ。カラス、突っ込んでくる要塞に対処するのは当然だ。海の男にゃ喧嘩なんぞ売らねえこった。いや、疲れてるのに無理しやがって。このくらいさざ波よさざ波ですよね、アリディ。鬼を挑発するとはいい度胸だぜ、あんた。ラチが開かない。こちらへ来い、本田。話がある。海水ぶっかけたら、錆びて動けなくなるんじゃねえか？火事が壊されちゃう。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが最下の生き様だ。関東直入に聞く。四国を襲ってはいないな。先日あの男の故郷が何者かに襲われた。現場には徳川の旗が大量に残されていた。やり口からして徳川の仕業ではないと思っていたが、少々裏を取る必要がありそうだ。我らは情報収集に回る。奴のお守りは任せたぞ。あんた、鬼にちょっかい出しといてただで済むとは思っちゃいねえよな。持ち場を離れやがって。だが俺にはこの暁まつがある。覚悟しな、女。やってくれたじゃねえか。いいぜ、こいつを見て漏らしちまっても知らねえぞ。あっ、やっしん。見ろや、本田。あんたにも引けを取らねえ極上の一品百鬼丸よ。なんのなんの、びくともしねえ。ここまで押されるだなんて。
来た。海の藻くずより手応えないぜ。射撃誤差修正。兄貴、準備が整いやした。四国中の力、お前に預けるぜ、シャッキマル。合心したシャッキマルをただのカラクリと思うなよ。他に吹く風なんざ関係ねえ。波は、嵐は、俺が起こしてやるのさ。覚悟はできてるよな、本田。殺された野郎どもの恨み、思い知りやがれ。その言葉を信じろってのか。家康は何もやってねえ、あくまでそう言い張るんだな。あいつが俺のことを、天下分け目で会える日を楽しみにしてたって。そりゃあん時は俺だって楽しかったけどよ。そんな目でみんな信じたくなっちまうだろうが。わしの祈りをお前の胸に。もう降参だ。ひとまずは矛を収めてやる。